アシストパワースーツ。歩くのにすんごい楽かもわかんないですこれ。いやでも楽っす楽っす。あ、マジ？いいかもわかんないです。あー、でも楽かもわかんないです。マジ動きやすいっすよこれ。あれより断然こっちの方がいいっすね。楽っす体。ワークマンからお金もらってないからそんなにやらんでいいよ。カドルシャツいないやん。いいどうも。おはようございます。おはようございます。頑張れ中で中、今日はトシ君に、はい、俺この東京にさ、はい、ワークマンの、はい、着るエアコンっていうのを試写会みたいに来たの、はい、案内来て、はい、でそこですげえなわけじゃん。テテレーテテレーテテレー着る力持ち。着る力持ち。名前あなたが商品名。袋忘れた？車にある。だってよお前。わざわざそれ紹介のために袋もらってきたんだって。まあそれ後でこう貼っとくわ。説明書も入ってついてる。説明書とかもついてるから。着ると、はい、とにかくあのサポート。はい、これなんか結構いいらしいよ。はい、俺記念か聞いてないんだけど。はい、まあちょうどトシ君の顔がすぐ浮かんで。はい、これ着させてみようってなって。腰とかにもいいし。体に。半分の力とかじゃないけど、はい、何割かは軽減するみたいな、はい、重たいもん持つ時とかに、はい、サポートでこう結局引っ張ってくれとるもんね、はい、今日の回グワッてやる時にもうボーンってなる感じだよ。今日ちょっと一日使ってみてくれよ、はい、ね、はい、せっかくだで、ね、結構重たいもん持つ。これセットの上からやった方がいいんちゃうかな。現場何空いとんの今日。暇なのやっぱ。今日どうなんすかね。いやでも資材あの リースの返却走ってほしいって言われて。ああ仕事あるんだ。はい、ちょっと足場幅赤字であんまりドバに寄ってもらっても困るんだよな。トラックを返しに行くのもあったんで。稼いでくれると見て材料、まあ、新築 やってないでな今。新築の時にこれだけの材料もうこれ奥だぞ。奥奥園が眠っとんだから、ね、働いてもらわんと。もう本当ハネスみたいな感じですね。うん、これね、アシストパワースーツ。テレテテ。めっちゃうざい顔。テレテテテ。うざい。朝からこの顔。これだよ11時から。今撮ったの11時だけど。視聴者5時半から。5時半からテテテテ。めっちゃ。テレテテ。テテ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 バッキラポー。仕方が分からんこれ。ちょっと待って。いや膝だよ確かに。えそれ引っ張って膝だよ。引っ張って膝まで行くってこと。そう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 。だいぶきついんすか。そう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 。めちゃめちゃ腰先つけた方がいいんちゃうか。つけ方はちょっと自分で着るのちょっと一苦労しますね。一人で着るの。一人は着れんかもしれない。一人はちょっと偉いですね。この後ろの筋力サポートー。こういうのに付き合ってくれるトシさんしかいないですか。チャッキーン。こちらが何これ。前かがみとかになったらバーって貼る。貼りますね。そう なんか姿勢がすんごい矯正されるみたいな。ああそう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 、なんか言ってた。歩くのにすんごい楽かもわかんないですこれ。そう歩くのが楽。僕今ぎっくりからのヘルニアも下手したらまた悪くなってるかもわかんないで。前がますますですよ多分ね。で普通に歩くのもしんどいっていうか、うん、痛みがちょいちょいは出てるんで、うん、今さっき普通にサポーターしてましたけど、うん、サポーターよりこっちの方がなんか締まってなんかちゃんと背筋もなギュって矯正されるような感じで歩きやすいですね。いくらするんだろうこれ。値段貼ってある。9800円。高っ。大丈夫あんま無理しんとけや。いやもうもう立ち上がるんだ楽。普通のコルセットより多分こっちの方が全然なんか補強されてるんで。あげるよサポート軽く感じる。あ体がすごい楽です。ほんと。はい、ま、マジ動きやすいですよこれ。こうなった時の立ち上がるのとかがいいんじゃない。そう引っ張ってくれとるもんね、はい、ここが肝でしょ多分。これもそうですね。体もこれ引っ張ってるのが楽。これもっとバチバチ締めたったら。そうそうなんか締めなんだ。いやいやでも楽っす楽っす。あマジ、はい、起き上がりとか立ち上がり。あこれ結構いいかもしれないな。普段がいいかもしれないね。しゃがんでこうやって塗ったりするじゃん。突っ張るんで これを戻す力の方が強いんで中腰体勢とかも楽かもわかんないですよ。
自然に上がろうとするんで、ここ引っ張られてる感じなんだ、はい、後ろに、はい、本来ならここの筋力だけで体重支えなあかんじゃないですか、うん、で下がってくるとしんどいものまたももがどんどんプルプルしてくるじゃないですか、うん、それが楽になります。いやもう膝が悪い人もいいかもしれないね。いいかもわかんないです。なんで膝腰とか悪いとかなんかそういう人めっちゃ楽かもわかんないです。これじゃ本当に足場塗装、うん、結構いいかもしれないですね。ワークマンはね悪いところもどんどん行ってくださいって言ったから逆にそれは改善になるから一人で簡単に切れるようになった方がいいですよね。あそうかそうかそうか。それは難点で悪いですね。後ろの腰の部分もさやりにくそうだったから。本当に歩いてるだけでも思うんですけど こうやって曲げるじゃないですか、うん、かに自然にピュッてピュッてピュッて歩くの偉いんじゃない。歩くの偉いんじゃない。腰が偉そうだったけどなんかちょっと楽そうだよ。いや楽っすよこれ本当に。歩くのが楽、はい、歩くのが楽っす。やっぱり普通に腰痛いんでどんどんこうやってかがんできたり、さっき親さんにも言われたんですけど前傾姿勢になるんですよ、うん、痛みかばうもんで、うん、でかばった歩き方になるんでこうやってあ痛い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 って ここに荷重がかからないように。はい、それがなんかすごい補強されてなんかすごい筋肉を使わんでもいけるみたいな。おおなんかちょっとあんまりそのワークマンからお金もらってないからそんなにやらんでいいよ。ワークマンさんお金ください。いやでもこれめちゃ楽っすよ。トシ君ティクトクもやってるんでトシ君に1個プレゼントしてあげてください。これ欲しいっすね。でも楽っすね。それちょっと今日1日来た感じ教えてよ、はい、僕が使ってるやつボアで水野が出してるやつなんですよあれ、うん、コルセット、コルセットがあれワークマンじゃないですけど他のそういうワークショップで売ってるんですけどあれより断然こっちの方がいいですね。楽っす体。もし腰が痛いってなった時にこっち着てる方が楽と思います。例えば30キロのものを持てるのを60キロになったらしいんだから、はい、背筋使用率 38% 以上軽減。背筋が違う、足が違うんじゃなくて多分背筋もあるんじゃないですか。この上のやつこれをつけて、うんこうやってここで固めてる以上サポートされるんだ。はい、あ多分こういうこと。こっちはこれを持ち上げてるだけじゃなくてここもヘルプもしとんだ。これも引っ張ってるんでやっぱあそういうこと。戻ろうとするこっちのが強いんで、あ書いてあるじゃん。はい、まあ、漢字ではわからんけど背骨部、背腰部、背骨部か、はい筋肉使用率頭悪い感じかもしれない。トシ君じゃあこれちょっと使ってもらおうか、はい、ちょっとあいつらにちょっと動画ちょっと撮ってもらってよ。ショート動画でねなんかちょっと2、3本撮っててよ、はい、でワークマンさんにはこれ1本、まあ、3枚目でいいか請求書送りますねっていうかこれ僕じゃなくて全然腰普通の大丈夫な人間にこれ着てもらって、うん、通常時だいたいアンチこれぐらいだったらいけるよっていうやつがこれ着たらもう少し枚数でもあ全然いけるいけるねって。もしくは持った時に感覚が違うかね。やっぱ変わる？変わりそう？変わりそうですけどねこれ。あ無理しねえ。でも楽かもわかんない。そう。はい。てか腰へのやっぱりカバーですか？あれが全然違うなって。本当。ハカドルシャツいないやん。ハカドルシャツ着た？いや着てないです。あ本当。あれ今年もやからね。いやみんなあれもやっぱね全然力違うっていうね。はい、まあ、よく似たものだと思う。はいでこういうのがちょっとあ鬱陶しいっていうので効果が薄いかもしれんけどハカドルシャツっていうのもこれとかすごい全然違う背筋力が全然変わるから、はい、ハカドルシャツちょっと着るといいかもしれん。あはい、これがね現場でなかなか着れんかった。ありがとうございます。買ってください。ありがとうございます。会社のサンプルのやつ渡そうか。はい、ちょっと一回着てみてよ。はい、はい、じゃあ、はい、それでは次回トシ君ハカドルシャツ着てみた動画楽しみにしてください。販売ももうどしどしやってますので、はい、ぜひまたウェブサイト見に来て買い取りしてください、はい、よろしくお願いします。お願いします。せーの、また見てね。いいねでもね。あでも楽っすこれ。服の中で着れるかどうかだね。これにハーネスバージョン作っていいかもしれない。ハーネスがこれになってるみたいな、はい、この背筋のやつもっときつくてもいいかもわかんないです。こうやって引っ張る力がここのバンドもこれ今調整機能ついてないけどこれも調整機能がついておいていいんだね。そうですね。上もまた見てねからがすごい真剣に考えちゃうワークマンあんまりためにならないかもしれないけどめちゃめちゃ真面目です。じゃあねー。